特典 DVD をご覧の皆様、こんにちは。ルミナスアークスリーアイズでエルル役をやらせていただいています、中村えり子です。エルルちゃんはですね、とても女の子らしい、女の子の中の女の子っていう感じがすごいするなと思っています。お料理がすごい好きで、あと、傷だったりとか怪我だったりとかそういったことを癒してあげたいという気持ちがすごく強くてですね、医食同源というのをすごく大切に考えている女の子で、ただちょっとおちょこちょいなところもあって、お砂糖とお塩を時々間違えてとんでもないお料理を作っちゃったり、なんかハワワワワなんてこともあったりとかするような子なんですけれども、基本的にはすごくこう何か感情が高ぶったりとか、すごく激しいこうマイナスな気持ちが出る時っていうのもですね、自分の気持ちそのものではなく、人のためにそういう気持ちを、こう出していくっていうような、人のために生きていこうと思っているような子です。はい、ですね、やっぱりたくさんキャラクターが、今までも1もそうですし、2もあと3の今作に関してもすごくたくさんのキャラクターが出てくるので、被らないようにするっていうのも、一番気をつけました。ただそれは中村自身の判断ではいかんともしがたいところがあったので、現場でどういうキャラクターにしていくかっていうのをご指示をいただいて、こう自分の中に取り込んで出していくっていうのをやってたんですけれども、一番最初にですねやった時に、今回の3で共演をしている豊崎あきちゃんが演じてらっしゃる、しおんちゃんとちょっと若干キャラが被ってるみたいなお話があってですね、なんと先にしおんちゃんの収録が終わってしまっていたので、あ、そりゃいかん、なんとかせねばということで、ちょっとこうキャラクターの方向性をしおんちゃんとは仲がすごくいいので、似たところももちろんあるんですけど、こう全くこう違うキャラクターとしてお互いの魅力が生きるように、ちょっとずつ微調整なんかをしてみたりしました。そうですね、ラジオの中ではヒロさんと呼ばせていただいていて、プライベートでもずっとヒロさんと呼ばせていただいているんですが、なんと今回が初対面ということで、お互いにどうも、はじめまして、みたいな感じだったんですけど、なんとですね、同じドラマが好きだったりとか、お洋服の趣味が結構似てたりとか、あとは甘いものが好きだったりとかっていう共通点がたくさんあってですね、収録の現場もそうですし、その収録に入るまでの時間だったりとか、収録が終わってからの時間も、ああ、初めて会ったって感じがしないねー、なんていうことを、ちょくちょくお互いに言っております。近いうちに遊びに行きましょう、ヒロさん。はい、ですね、おそらく中村よりも、このゲームを手にしてくださってる皆様の方が詳しいかなとは思うんですけれども、このゲームのジャンルはシュミレーション RPG というジャンルだそうでして、ですね、物語がどんどん選択肢によってマルチなエンディングを迎えていくというですね、プレイされる方だけの物語を一緒に紡いでいくことができるということだそうでございます。実際にですね、それに合わせてたくさんのボイスだったりドラマの部分であったりっていうのを収録させていただきましたので、ぜひぜひ、そちらもですね楽しんでいただきたいなと思います。あと、Wi-Fi の通信プレイというのができるそうでございますので、これからだとクリスマス、あとは年越し、お正月、バレンタイン、ホワイトデー、卒業式とイベントが目白押しでございます。皆さん、お友達を集まって、ぜひぜひ一緒にルミナサークの世界を楽しんでください。これ、美味しいよ。